ミッションコントロールより発令。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ガンダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。Confirmed. ATC is up and running. マグネットコーティングの性能が予定通りなら、ガンダムの動きがさらに加速されるはずですね。この後、高機動タイプへの換装もありますよね。あんまりスピードが上がると、乗っているこっちの身が持たないけどな。エンコーダーパルスは正常です。ガンダムの角度干渉クリア。問題ありません。現在のステータスを報告せよ。All motors are ready and good to go.両足の減速機の摩擦抵抗も目標値に収まっています。このマグネットコーティング済みのパーツの乾燥が全関節で完了すれば、応答性も倍以上になるはずです。N00 の性能を完璧に引き出せるかどうかは、パイロットの腕次第ってことで。気に障る言い方ですね。でも、やってやりますよ。ミッションに集中するように。機体性能ばっかりアップしたって、こっちはニュータイプじゃないんだから、限度ってもんだ。そういえば、オリジナル AI のシステムの不具合、最近収まったんだろう。そうらしいですね。システム開発チームの吉崎主任もプログラムが安定してきたって言ってましたよ。そうお願いしたいね。ミノフスキーフライト事件の時はもうさすがにダメかと思ったんだからな。何の音だ？どこから聞こえるんだ？どうかしたんですか？何か聞こえてくる。ラ、ラって音が。こちらには何も聞こえていませんが。システム障害ですかね。何が起きているんだ。そのまま状況の報告を続けろ。F00 はこのまま待機モードに移行させます。ちょっと待って。ガンダム。F00 のコクピットに直接信号が送られている。違うわ、この信号はコクピットから発信されている。コクピット内の集音マイクの感度を上げろ。ガンダム、コクピット内のマイクゲインを上げるんだ。ガンダム、聞こえるか。ガンダム、朝の絵に違う。